学校法人アテネフランセ。学校法人アテネフランセは、東京都千代田区神田駿河台に本部を置く、純学校法人である。2013年9月以前の運営形態は、財団法人アテネフランセ。アテネフランセは、1913年、大正2年創立の言語の、先修学校で、現用言語を直接教授法で教授する著名な、多言語の学校として、 ベルリッツと被験する多言,言語と古典語の言語学校である。アテネフランセを創設したジョゼフ・コットは、王子、東京帝国大学講師で、古典ギリシア語、ギリシア文学を教授していた、フランス人で、病気で、東京大学を体感した後、神田西基調の東京外国語学校に、高等フランス語の教室を設立し、1913年1月から、教授を開始。 1914年、大正3年、同校の施設の教授施設に、アテネフランセと命名。約3年の間教室の移動を繰り返した後、1916年、大正5年、神田神保町の中華料理店3階に開校。1922年、大正11年、神田三崎町に新総合校舎を建設した。当初よりフランス語、古典ギリシャ語、ラテン語の授業を続け、 1944年、昭和19年から11ヶ月間戦時、並行期間があったものの、戦時下でも自由教育を貫き、一時、文化学院内で授業を行った。1962年、昭和37年に、現在の駿河台の新校舎を建設、文化学院内の仮設校舎から移動した。新校舎の設計は、元在構成の建築家。 吉坂高正の設計になる。現在は、フランス語、古典ギリシア語、ラテン語の機関言語のほか英語、アメリカ英語が主体が開校され、付属のアテネフランセ文化センターで、映画美学校というフィルム映像の撮影儀と、銀園フィルムによる映像メディアの芸術学講座も開講されている。また、年表にあるように、2015年度からは、 専修学校としての運営もなされるようになった。アテネフランセの特色は、文化学院に類似した自由教育と、大学アグレジェ、教授資格者及び国家博士、ドクトラデタのフランス人等の卓越した大学院並みの教授陣にある。また、元在校生には、文化人、作家、芸術家等々がいる。卒業さらに、ブルベ、 教員免状という最終段階まで在籍せずとも、フランス語のエキスパート、通字、通訳、フランス文学者、社となったり、英語の翻訳家になったり、また関口次男等の日本の第一級の言語学者を多数輩出している。フランス語を、おもとするも、ギリシア語、ラテン語、英語等々の言語の専門家も含め、多数の言語に業績を残す、多数の著名人。 文化人、学者、作家がその門をくぐっている。フランス語を習得するには、アテネフランセもしくは、東京日仏学院に通わなければならないという、不分離数もフランス語界ではかつてできていた。例えば、東京大学教養学部のフランス語の第一回目講義でもかつては、このように宣言されていたものである。しかしながら、時代とともに、アテネフランセは独自性を失う。 1960年代頃までは、フランスで発刊されたギリシア語の文法書から移した古典ギリシア語の文法書も含めて、フランス語やラテン語や古典ギリシア語の教科書や教材のテキストは、アテネフランセの版権で、出版社券販売者のアテネフランセ内の出版社や、欧名社等を通じて、アテネフランセで独自に編纂し、活字印刷や、 後半印刷で印刷製版して使用し、これらのユニークな高等化テキスト、アテネフランセの入門書、ジョゼフ・コット校長編纂の教材、高等化のフランス語原点選集、ラテン語原点選集、古典ギリシア語原点選集等の独自編纂されたテキストを用いて講義し、極めてユニークなアテネフランセ独自の原点選集を主教材として使用していた。しかし、 1960年から1970年代頃から外部アリアンスフランシェーズ等で採用されたモージェのテキスト等で編纂されたテキストをそのまま採用しフランスから次回輸入したテキスト教材をフォトコピーの教材でまかなうようになりアテネフランセの独自の教材の水準と品質とはだんだん低下していった特に原点工程中介のカ無な古典ラテン語テキストや 古典ギリシア語テキストと高等フランス語のテキスト。ただし、大村雄二の実習ラテン語、松本栄辻校長編集のラテン語テキストなどの教授自身の著作は例外であったが、高等フッツ語のアテネフランセ独自の原点教材の出版物は教科のテキストとしては使用されなくなり、そのテキストの質が低下している。また、1990年代までは、 ギリシア語とラテン語の高等科の履修者については、奨学金制度もあったため、著名なギリシア語、ラテン語学者をも、アテネフランセから数多く輩出させた実績も特筆値する。現在は廃止されている。また、週三時間あった西洋古典語初級、中級、高等科クラスも、現在は、各週一時間や週一時間、内視二時間一コマの連続授業に、 現地地味されている。教授法は、フランス人が、フランスの教材でフランス語を教える直接、教授法である。徹底したスパルタ式の教授法で、発音、暗証、活用など、文法の暗記を重視、楽器ごとの試験は、出席日数も必須条件である。合格者が次の段階に進める。視聴覚教育法には、 物式のクレデフとアテネフランセ独自のサンテティックがある。在日フランス大使館文化部も、アグレジェ資格取得者の教授陣の派遣など、講演を行ってきた。卒業式、免状授与式には商品に本を送られた。また、1990年代まで、ブルブテ、免状保持者は取得後、講義を無料で聴講でき、そのため、後輩もとても刺激を受ける良い制度があったが、 経営の合理化のため廃止された。なお1980年代初頭から、英語については、アメリカの大学の協力を得て、テファル教授法を導入し、多数のテファル教授を招聘している。また、英語は、RSA の資格、ティソルやテスル、テファルとして、一定期間以上英語を教えた、経験のある人しか取れないを有する多数の教授陣を、要する。ただし、 フランス文学の教授人と異なり、英文学、アメリカ文学専攻の学者は揃っていない。また付属のアテネフランセ文化センターは、銀円フィルム映像作品の名作及び、ビデオ作品や DVD メディア作品の映像を、独自の発明、特許校、開閉級から30万4836の字幕同時映像投影法で、 作成された独自の字幕付き映像で上映し、シネマテープとして、日本の映像文化に、多大の貢献をしている。また、図書館を併設し、単なる、語学学校ではなく、フランス文化を、教授、研究に足る、大学仏文学系の教養課程の基礎となる書設備、視聴覚設備、書教育設備を拡充させている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。